さあさあさあということでね、サブチャンネルスタートです。ちょうど5014ということで、京葉線で一番呪われている編成ですね。なんか以前紹介したドアがめちゃくちゃすごいっていう編成なんですけども、まあ、本日はですね4月28日ということで、まあ、いつも通りサブチャンネルなんでノーカットでお届けするんですけども、まあ、本日東武アーバンパークラインのなんか新型車両がね、まあ、導入するっていう風になんか決定したらしいんで、まあ、今回そちらについて僕がね思っていることをちょっと、まあ、いつも通りだらーっとね話していけたらいいかなと思っております。まあ、ついに東武アーバンパークラインにね新型ということで、まあ、2013-14年ぐらいから、まあ、6万型ですねがまあ登場しているわけなんですけども、それって確か16か17、18編成ぐらいしか導入されていなくて、中途半端に導入が終わってたんですよね。ただね、ついに新型がね導入ということで、まあ、今ね中途半端に導入されているおかげで、すんごいね結構レトロな8000系という車両がいるんですけども、まあ、そちらが残っているということで、まあ、そちらの置き換え用として、まあ、追加でね2024年から導入開始ということでプレスリリースに、まあ、書いてあったんですけども、ちょっとねこんな感じでね映せないんですけども、字が汚いので、まあ、ちょっとねサブチャンネルノーカットでやるんで、まあ、ちょっとこのね目もね電車の中揺れる電車の中でメモ取ったんで、それを見ながらちょっとね、サブチャンネルやっていきたいと思います。まあ環境配慮のなんか新型をね導入ということで、これねちょっと僕プレスリリースをも見てね、ちょっとこれはどうなのかなって思った内容もあったんで、ちょっとそれもね今回皆さんにちょっとお話ししようかなと思います。まあ、環境配慮の新型、まあね、使用電力削減しながらね適切な本数を維持して、適正な本数を維持して保つということで、うんって思いますよね。使用電力を削減しながら適正な本数保つ、本数を何言ってんだと思いますよね。実はですねこの新型車両、東武野田線、野田線って言い方古いのか、これ今だとあれか、東武アーバンパークラインって言った方が正しいのかな、長いんだよいちいちな、東武スカイツリーラインとか長い伊勢崎線でいいだろうみたいなね、まあ、東武アーバンパークラインの新型車両なんですけども、まあ、両数今6両編成で走っているらしいんですよ。ただね新型車両まさかの5両ということで、おいおいみたいな、最近のハイリューに乗ってるなって思ってきて思うんですけども、まあ、今回ちょうど来ましたねラッキーセブン、最近のハイリューに乗ってきたなって思うんですよね。最近有名なのは E131系の暴走地区とか日光地区のあれですね。だから暴走地区は4両とか6両があったのが2両になったのと、あと日光宇都宮地区はもともと4両だったのを3両あよこれが3両になってしまったっていうのが、まあ、あるんですけども、それによって最近話題になってたじゃないですか、朝ラッシュ時積み残しが発生とかね、まあ当たり前ですよね。そりゃ今まで4両だったのに急に3両になったらそりゃ積み残し発生しますよね。まあ当たり前っちゃ当たり前のことなんですけども、まあ、こちら東武アーバンパークラインでも6両から5両になったということになるということで、まあ、今後ラッシュ時積み残しとかどうなるんでしょうかね。まあ、某混雑系 YouTuber の東武アーバンパークラインの紹介動画とか見たんですけども、めちゃくちゃ混んでましたからね6両今のこのコロナ禍でも、だからどうすんだろうなと思ってます。あと僕個人的にアーバンパークライン沿線に住んでる友達がいるんですけども、まあ、その友達もね結構朝ラッシュはすごいって言ってました。なのでこの1両減ったらね、まあ、どんぐらいの混雑になるのかも、まあ、まだ僕アーバンパークライン普段乗る人間じゃないんで何とも言えないんですけども、まあ、どうなるんでしょうかね。まあ、でもその分ね使用電力削減ということで、まあ、コストカットみたいなことなんですけども、まあ、本数の維持は保つっていう風に書かれているので、まあ、これもまだ全然よく分かんないことなんですけども、まあ、今後のお楽しみということ で新型車両ってどうなるんでしょうかね。東武7万型だから日比谷線直通専用の車両をベースにするのか、もともとの6万型ベースにするのかとかもまだ決定しているわけじゃないんですけども、個人的には6万の50型とかなりそうですね。7万の90型とかさ、1万の30型300型とかあるじゃないですか、それみたいになりそうですよね。まあでも
7万型ベースになるのかな。まあでもついにね、千葉の東部にもね、ついにまた新しい車両が登場ということで、一応東部アーバンパークラインのね車両って千葉県の車両ですから、7高台って呼ぶのか、あれね、一応千葉県野田市ですから、まあね、千葉の車両なんですよ。 こいつらと同じですからねこいつらと同じ千葉の車両ですから、まあそんな感じで、まあ、ついに東部のねアーバンパークラインにも新型車両導入ということで、東部の新型といえばスペーシアにもなんか新型車両導入すとか言われてますけども、まあ、またね東部新たにねアーバンパークラインにもね新型車両が登場ということで、おおと思いましたね。なんかまた来ましたね F52、 なんか来たね F52 分割編成ですね、まあ、ということで、まあ、こんな感じで、まあ、僕のね東部アーバンパークラインの新型についてちょっとお話しさせていただいたんですけども、サブチャンネルってやっぱ難しいですね。ノーカットでやるの難しいです、まあ、編集しろって話なんですけども、ぜひねこのリアルをお届けしたいので、ちょっとノーカットでやらさせていただいておりますということでね、まあ、こんな感じで、東部アーバンパークラインの新型車両についてのプレスリリースが本日東部公式から発表されたので、まあ個人的に僕が思ったことちょっとだけ話したんですけども、まあ、こんな感じでサブチャンネル終わりたいと思います。まあ、ということでね、この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録ね、ぜひよろしくお願いいたします。ということで本日もご視聴ありがとうございました。